動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日は G1 の、日本ダービー、日本ダービーなのかな、がありましてですね、なんかネイルさんと一緒に配信をさせていただきまして、でね、僕もちょっとお金かけさせてもらって、やったわけでございますけども、ね、一応プラス300円勝ちました。はい、ありがとうございました。ね、ただあのレース自体はね、一番最初に落馬があって、で、まあ皆さん結構、もうツイッター見てる方いるかと思いますけども、スキルウィングっていう、2番人気の馬が、急性心不全ということで、レースでこの持ってたルメール騎手が降りた直後に、倒れてで死んでしまったっていうことがあったんでですね、まあ、かなりこうみんな後味の悪い結果になったっていう話をしてましたね。まあとにかくあの競馬好きの人がよくみんな言うのが、あの人も馬も全員無事だったらいいっていうね、ことを言ってるんですけども、まさかね本当にこんなことになると思わなかったですし、結構ショック受けてる方も多いんじゃないかなと思いますよね。まあ僕としてもやっぱ動物好きで馬なんかも結構好きですから、こうやって競馬について思うことって結構いろいろあるんですけども、まあ、そもそもやっぱサラブレッドっていうのは走ることに特化した体型ですし、まあ、見てわかる通り筋肉ムキムキで無駄な贅肉なんかも全くないようなね、そういう生き物でございまして、まあ、そう考えると本当に速く走るためにいろいろなところに負荷をかけてるんだなっていうのは前々から思ってましたし、で、前エフフォーリアっていう馬がすごい強い馬が電撃引退したんですけども、それもレース中に心房細動が起きたっていうことで、まあ、ちょっと異常があったっていうことで、騎手の人が途中で競争するのをやめて、それで助かったというか、まあ、大事を取って引退をしたっていうことがあったんですけども、まあ、今回もね途中でおそらくそういう症状があったんじゃないかなと、思うんですよね。で、途中で気づいたんだけども、まあ、ちょっとやっぱり間に合わないっていうか手遅れの状況で亡くなってしまったっていうことがあってですね、結構そうやって途中で騎乗をやめて、競争をやめちゃったことを叩く人っていうのがいたみたいですけども、やっぱそれって違いますよねって話で、競馬ってやっぱりその馬が走ってるからこそ人間が楽しませてもらってるっていうところがありますので、その馬に対しての敬意っていうのがないんだったら競馬を見る資格はないなって思いますから、なんでしょうかね、その馬のプロである騎手の人たちがそうやって判断したことに対して、ただ外野から見てる人が文句言うっていうのは甚だおかしいんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。今日はこの話題だけで終わりそうな気がしますけども、なんかそれだと後味が悪いので、今日はね別のお話もしていきたいと思います。動物園では象が最も人間が遊びに来るのを喜んでいた。動物園の象は私たちの来園を心待ちにしているようです。イギリスノッティンガム・トレント大学、ハーバー・アダムス大学の研究チームは、昨年コロナのロックダウン中に動物園の霊長類が人が来ないことで元気をなくし、食事量が減って孤独な時間が増えていることを発見していました。そこで今回は霊長類以外の動物250種以上を対象に、来園者の存在が彼らにどんな影響を与えるのかを調査。その結果、ゾウは来園者が来ることで食事量や仲間とのコミュニケーションが増え、さらに退屈さの証拠である繰り返し行動、これ情動行動ですね、が減少することが分かったのです。人がいない静かな動物園より大勢で人が賑わっている動物園の方がゾウもテンションが上がるのかもしれません。で、これ詳細なんでございますけども、飼育動物への来園者の影響についてはここ10年間で着実に研究が進んでいます。特にコロナ禍に報告されたいくつかの調査が大きな注目を集めました。例えば2020年にイギリスクイーンズランド州にあるケアンズ水族館では、ロックダウン中に人が来なくなったことで館内の魚たちが次々とうつ症状を起こし始めたのです。また本研究チームによる昨年の調査では、ロックダウン中のイギリスの動物園でボノボやチンパンジー、ゴリラを含む霊長類が来園者がいなくなったことで、1日の活動量や食事量が減り、一人ぼっちで過ごす時間が増えたことが分かっています。このように来園者は動物たちにとって重要であり、さらなる種に多様な影響を与えていると考えられているのです。
研究主任で NTU の動物福祉学者であるサマンサ・ウォードさんは、来園者の存在は動物にとってコントロールできない環境要因であり、それにうまく適応できる種もいれば逆にストレスになる種もいると予想されると話します。ということで、ゾウの動きを見たところ、ゾウは来園者の数が多いほど一人ぼっちで過ごす時間が減り、仲間とのコミュニケーションなどの社会的行動が増加していたとのことです。さらに来園者の前で行われる公開の食事量も増え、より活動的になっていました。加えて情動行動が減っているということで書いてるんですけども、繰り返し行動、情動行動っていうのは動物が退屈していることを表す行動とされています。そのためゾウは人が来てくれることで元気になり、心身の健康にプラスの影響を受けていると考えられるのです。で、ゾウ以外の動物はどうなのかっていう話なんでございますけども、例えばオウム、オウムは来園者が多い日ほどケージの近くに寄ってきて人前で過ごす時間が増え、仲間との社会的行動も増加させています。それから肯定的な影響はペンギンやジャガー、グリズリー、ホッキョクグマ、チーター、牛、蚊のバンテン、リスのプレリドッグなどに少なからず見られました。反対に悪影響になったのがダチョウやカンガルー、ハリネズミ、キリン、サイなどでした。これらの動物は来園者が多いほど活動量や食事量が減り、孤独時間や繰り返し行動が増える傾向があったとのことです。またこれまでの研究では、もともと森林などの閉鎖的な環境にいた 非食者、食われる側ですね、いや、人と遭遇しにくい夜行性の非食者、ほど人に対して恐怖心を抱く可能性が高いことが示されています。これから今回のメタ分析では、上記以外のほとんどの種で来園者の影響はプラスにもマイナスにも作用しない中立なものであることが確認されました。動物学者であるエレン・ウィリアムズ氏は、動物たちが受ける影響は種によって様々であり、それを種ごとに明らかにすることは動物福祉を向上させる上でとても重要ですと述べています。ゾウやオウムは非常に知能が高く、他の動物に比べて人間とのコミュニケーションにも優れた動物です。そうした人への慣れもあって、私たちの来園を喜んでいるのかもしれません、というふうに、まとめられております。まあそうですね、やっぱその人に慣れてる生き物っていうのは、人が来ること、まあ敵じゃないっていうことは分かってますし、まあなんかいろんな人間っていうのが見れるのが楽しいっていうことで、まあ深淵を覗くときに向こうも深淵覗いてるっていう、あのニーチェのことわざが、ことわざっていうか名言がありますけども、よくわかんないんですけど、まあ、それに近いのかなっていう感じしますね。まあ、だから自分が覗き込んでると思ってるんだけど、向こうも覗き込んでるよっていうところで、で、まあ、それが楽しんでね、プラスになってるんだったらいいなと思いますけども、まあ、来園者の中にはね、その大きい声を出したりとか、なんかガラス叩いたりとかってする人もいますから、まあ、なんかそういう人に出会わないようにするっていうのが一つ大事なことなのかなっていうのも思いますし、逆に言うと、その来園者との距離を離しすぎても良くない動物もいるんだなっていうのは感じますよね。まあだからコロナ禍っていうのが、世界的にこういう調査を動物園、全国世界の動物園でやるのに良い機会だったのかなっていうふうに、まあプラスに考えれば、なんかとても今後に生かせるような、とてもいいデータが取れたんじゃないかなと思いますのでですね、なんか引き続きこういう研究は進めていってほしいなと思います。ということでございまして、今日のニュースはゾウ、来園者が来るのを喜んでたというお話でございました。